皆さんこんにちは。日本の QLC の飛び谷でございます。クォンタムバースとは、胎児が言語を持たないでお母さんとコミュニケーションを取っていく胎教というところ。子どもはその胎教を受けるといろんなものが見えてくるんですね。いつも穏やかでニコニコ笑ってるし、あまり泣かない、理解力集中力が高い、発言が早い、意志が強い、能力が高い、一味違った素晴らしい子が生まれてきます。お母さんと言語を持たない赤ちゃんがコミュニケーションを取れるというところが、母と子の心の絆を育てていくんです。ここがベースとなって、子育てにそれがつながっていくと、とても大切にしているところと思ってます。赤ちゃんはおめでたですよ、お腹にできましたと言った時には、この脳幹というものができてて、ここはテレパシー、お母さんはこの次の子室、それから大脳心室、これができてるんです。で、赤ちゃんはまだ未発達ですので、言語では伝えきれない、赤ちゃん言語を持ってませんので、で、お母さんがそのテレパシーを使えるところまで持ってきてもらう。それはこの一番第三脳の右脳の部分は、子室にも細い伝達回路があるし、それから脳幹のところにも伝達物質があるわけですから、赤ちゃんがとお話しするためにお母さんは右脳のトレーニングをして、この脳幹のところまで来て、コミュニケーションはテレパシーでするという仕組みになってるんです。右脳活性化するためのトレーニングなんですね、すべて。これフラッシュカードっていうのは基本的な基本、高速に大量にカードをフラッシュしていくわけです。そうすると右脳が活性化してくる。それからカードの記憶を30枚から50枚するんです。イメージを使いながら、そして記憶していく。ESP、これは肉体の感覚器使わないで、右脳の超感覚器を使って超感覚を養う。バイナリーっていうのは直感的なもの、トランプでやってきます。マンダラ記憶、これは文字とか数字ではなく、色と形を記憶して再現する。それからサイコロは強い心と、それから優しい心、調和と独立、意志っていうようなところをサイコロ使ってゲームでやっていくと、こんなのを入れてます。これは母と胎児の会話の仕方なんですね。で、2つあって、タッチング法、赤ちゃんが、胎児が胎動を始まった頃動き出す、その動いたところを今度お母さんの方からタッチングして、赤ちゃん元気、2つ叩くから2つ蹴ってっていうような感じで、これが一番最初の赤ちゃんとお母さんの対話の仕方ですね。これで何を学ぶかっていうと、お父さんの帰ってくるのを教えてねって赤ちゃんにタッチして言っていくわけです。そうすると大体の5分前に教えてくれる。これができることになって、今度はテレパシー法、要するに肉体叩かなくてテレパシーで感じ合える。お腹の中に赤ちゃんいるんですけれども、ここにいるがごとく、今日はいいお天気ねとかね、お話ししていくという。これができてくると、お腹の中に赤ちゃんと意思の疎通はよくできていくわけですね。で、イメージトレーニング、右脳の感性、右脳というのはイメージなんですね。イメージ脳ですので、いかにそのイメージで感じ取れるかという妊婦さんになってほしいわけです。で、毎回このイメージトレーニングは入れてます。3つあったんで、進め方として、お母さんの能力開発、そして母と子の会話の仕方、そして3つ目が胎児の能力というのはとても高いんですね。で、この能力をお腹の中からもちょっと刺激しましょうということで、ひらがなとかドッツとか数字、これをお母さんの額から、イメージですよね、お腹の中の赤ちゃんの額めがけて、これはあという字を送っていくんです。これは数字の1ねとかね、絵を送ったりとか、
これはアメリカのセディック・ディツコさんという方が妊娠した時我が子にこれをやって優秀な子供ができて、これは理論的にとてもよくわかるんで大量ではないですけど少し入れてきます。赤ちゃんというのは円を描くように太極拳のように繰り返す、そんな動きがとっても好むんですね。ですから音楽に合わせて歌も単純で、そんなものを流してお母さんとお腹の赤ちゃんにイメージを送りながら歌って踊る体操なんです。これを最後に入れていくと。なぜこれを私が提供していきたいかというと、今その母と子あるいは両親と子どもの絆が薄れているわけですね。で、私たち動物はここがあってこそ生きる力が出てくるわけです。で、お母さんと子どもの絆をしっかり作ってこの世に出てくると、お母さんも楽、愛おしいし、子どもも楽しいわけですね。で、今体内記憶とかいろいろ世の中に出てるんですけど、原点はここに絆というものがあって、それからそこへ進んでいきたいと私の中には思ってるわけですね。皆さん聞いていただいてありがとうございました。まずこのクォンタムバースはお腹の中に赤ちゃんを宿った女性の方、それからこれから赤ちゃんを産みたいと思ってらっしゃる方、計画立ててる、それと子育ては終わったけれども、このクォンタムバースという処方を広めたい方、こんな人たちが受講していただいてます。これは日本に限らず世界に私は広めたいと思ってるんですね。そしてお母さんのところに生まれてよかった、お母さんもあなたがいてくれて本当に人生楽しかった、そんな家庭が築けたら私の願うことでございます。どうもありがとうございました。